ファビオ・ボリーには、イタリア・ベンティボーリオ出身の同国代表サッカー、選手。ファティカラ・ギュムルク、SK 所属。ポジションは FW。父親の影響もあって幼い頃から、ボローニャ FC のサポーターとして育った。9歳であった2001年にそのユースチームの一員となる。やがて、イタリアを訪れていた、チェルシー FC のスカウトの目に留まり、2007年に16歳で、 同クラブのユースチームへと加わる。そして2008から09シーズンにはリザーブチームのスタメンの座を勝ち取りストライカーとして10得点を挙げる。FA ユースカップマンチェスターユナイテッド FC 戦でもゴールを決めてカルロアンチェロッティ監督の評価を得ると次のシーズンからトップチームのベンチにしばしば入るようになる。プレミアリーグにおいては2009年9月20日の トッテナムホットスパー、A、FC 戦にて、ニコラ・アネルカとの交代という形でデビューを飾っている。2010から11シーズン後半戦は、スウォンジーシティ AFC にレンタル移籍し、12試合に出場して6得点を挙げた。2011年7月1日、フリートランスファーでパルマ FC へ完全移籍した。8月31日に AS ローマへレンタル移籍。 2012年1月24日付でパルマとローマの共同保有となった。2011から12シーズンはリーグ戦24試合に出場して9ゴールを挙げる活躍を見せ、シーズン終了後にローマに完全移籍したが、2012年7月13日にチェルシーユースとスボンジーの恩師であるブレンダン・ロジャーズが監督に就任したリバプール FC に移籍した。しかし、 怪我の影響で活躍できず、2013年9月1日、サンダーランド AFC にレンタル遺跡が決定。2017年6月30日、AC ミランへ買取義務付きのレンタル遺跡が決定。買取遺跡金は600万ユーロ。翌年には完全遺跡へ移行した。2020年1月14日、エラスベローナ FC へ移籍した。 契約期間は2020年6月30日まで。リーグ戦16試合出場3ゴールを記録。シーズン終了に伴い契約満了となった。2021年1月より、トルコのファティカラギュムリュク SK に加入。同胞のエミリアーノ・ビビアーノやミラン時代のチームメイトであるルーカス・ビリアと昇格組のクラブで再会した。世代別代表として2010年。 UEFAU-19 欧州選手権に出場した。2012年2月29日のアメリカとの親善試合に途中出場し A 代表デビューを果たした。また、クラブでの活躍が評価されて UEFA ユ u ロ2012のメンバーにも選ばれている。国際 A マッチ1試合で得点。ありがとうございます。